藩長像藩長は中国語官の武人。字は中ま右夫風安良圏の人。風号は庭園公。父は藩兵、兄は藩子、妹は藩将。子は藩友、藩友。孫は藩士。歴史家一家に生まれたが、武人としての成功を望み、西域から北郷土やクシャーナ朝を追って語官の勢力を広げ、その後は、 災域徒語として長く災域を保持した。五漢所ではツバメガントラ首と描写される。班長は歴史家の家に生まれ、幼い頃は兄と一緒に歴史を学んでいた。62年、兄のン子が招聘されて高所郎となったので、班長は母と妹と共に兄に従って落葉に移った。家は貧しかったので、いつも、 役所で文書の書き写しをする仕事をして、親を養っていた。明帝紀73年、明帝は放射といの東を大将として、北郷土征抜に乗り出し、藩長は仮芝として参軍した。東郷は将兵を分けて、囲碁を攻め、藩長は川の類会の戦いにおいて、多くの支給をあげた。この働きに東郷は、藩長の有能さを認め、 班長を十字の各誠と三十四人の部下と共に、西域諸国への使者として向かわせた。全全国に使者として行った時に、はじめは歓迎されたのが次第に雰囲気が悪くなってきた。その時来た、郷土の使者も来ていたのである。このままでは殺されると考えた班長は怯える。部下立に、虎血に入らずんば、孤児を得ずと、勇気づけて、来た、郷土の一団に切り込んだ。 班長たちは三十六人しかおらず北郷土ははるかに多かったが奇襲を受けた北郷土の使者たちは慌てふためき、見事班長たちの対象に終わった。これにより全然国は官に降伏した。その後も班長は三十六人の小勢で、右国王の広則を降伏させ、冬にはソロク国に行き、北郷土側であった木地王の剣によって、ソロク王に取り立てられていた。 木地左項の株台を捕らえ、剣に殺された前ソロク王の姓の兄の子であるただしを立ててソロク王とした。これらの藩長の活躍により、西域の南半分は五冠の勢力に置かれた。昇低期しかし、七十五年、明帝が崩御すると、これに乗じた延期国は官に背いて、西域と後の鎮圧死を殺害し、木地国、宗と目住国はソロク国を攻撃した。 ソロク国にいた藩長は、バン女王を守り、ソロク王の忠と共に、これを防いだが、不利と見て、一旦、右国に退いた。再び、ソロク国に戻った頃には、ソロクバン女王の領状が、記事国によって陥落しており、ソロク国は、城下白国と寝返っていた。藩長はすぐに、ソロク国の反逆者を切り、城下白国を撃破して、ソロク国を取り戻した。 即位した小帝は、斎域都合を廃止し、斎域を放棄した。小帝は、藩長たちにも帰還命令を出したが、官軍が引き上げれば、その後には当然来た郷土たちが舞い戻り、官に味方した者を皆殺しにするだろうと藩長は、斎域の王や貴族たちに泣きつかれ、残ることを決意した。しかし、藩長は、本国から絶縁されてしまい、 三十四人の部下と共に五年間、ソロクに泊まることを余儀なくされた。八十年、初めて本国より千四人の遠兵を送られる。これ以降、事態は好転していった。八十四年、藩長はソロク国、ウ国の兵を発し、サシャ国を攻撃した。サシャ国は影でソロク王の中途密通しており、ただしはこれに従って背き、西のカラス即城に立てこもった。 すると藩長はその府、進むの聖大を立てて新たなソロクを落とし、中を攻撃した。これに対し皇居国が政兵を派遣して、これを救ったので、藩長は下せなかった。この時、クシャーナ朝は新たに皇居と婚姻を結び、親密な関係となったため、藩長は使者を送って、多くの祝い品をクシャーナ王、ビマタクトに送った。これによって皇居王が兵を撤退させ、 宙を捕らえたので、カラス即城はついに藩町に降った。87年、再び、サシャ国を攻撃し、救援に来た、西域連合軍を危刑を用いて撃破する。これにより、サシャ国は、五藩の支配下となった。同年、クシャーナ王、ビマタクトは五藩に剣士を送ってふぬけ、死士,士を健常した。この時、クシャーナ朝の使者は、藩の講師を求めたが、藩町は拒否し、 死者を追い返した。和定期90年5月、旧婚を断られたためか、クシャーナ王、ビマタクトは、福王の社を派遣して、藩長を攻撃したが、藩長は、自給策を用いて、これを撃退した。これ以降、クシャーナ長は五冠に、毎年貢献するようになる。91年、藩長は、記事国を攻撃し、降伏させた。藩長は、芝のよう光と共に、 岐阜国王のユーリタを脅して敗立させ、新しい王に白葉を立てた。ユーリタは、陽光に落葉まで相関させた。藩長は、岐阜国の多官城に常駐し、長子の助強は、ソロク国に駐屯した。同年12月、和帝は、西域都語府を復活させ、藩長を西域都語に任じた。94年、藩長は、延期国、騎士国、上里国、 山国を打ち破り、延期王と上寮王を斬首した。これにより、西域の五十余国は五冠に内属し、さらに藩長は、延期左公の元武氏を新たな延期王とした。これにより、長きにわたる西域平定が完了し、これら功績によって九十五年三月、藩長は、庭園公に封ぜられた。藩長の進軍十七年、部下の官営を、大臣、 上司に派遣し、国交を求めようとしたが、官営は行き着くことができなかった。100年、班長は西域にいること31年に及び、故郷の感度が懐かしくなり、朝廷へ帰国の嘆願書を出した。その願いが聞き入られ、102年8月、班長は落葉に帰還したが、1ヶ月後の9月に故郷で死去した。去年71、班長がいなくなると、 今日が、領州で反乱を起こしたので、艦の再域への支配力が低下し、再域は北、郷土の残党やクシャーナ朝の勢力の影響下に、入った。その後、艦は、藩長のこの藩伊佐村を派遣して、再び再域諸国を支配したが、藩友が再域を去ると、再域諸国は艦に反逆し、結局、艦は藩長がいた頃の勢力を取り戻すことは、不可能であった。 その後を、長子の藩栄が次、孫の藩氏の代になると、藩氏は、影城講師をめとったが、影城講師は陰乱で、重子の順定と密通した。妻の不義の行為に激怒した藩氏は、妻の不倫相手の順定に対して、儒教の定義に触れると激しく還元した。五感所パン両列伝には、激怒した藩氏が講師を殺し、順定を怒らせたとある。そのために、 巡庭の激輪に触れてしまい、投獄されて、養山に処せられて、合わせて、藩士の同母兄弟も処刑されて、捨てる死された。130年のことであった。ありがとうございます。